中田が体を入れました。右の平川、左の梅崎、そして中田は左のサイドバック。前に1人フルス対戦の興梠です。柏木曲げてきました。ナスが決めて追いつきました。1対1、21分、試合は振り出し。逆でだいぶ目立ってましたからね。いやそれにしても水沼さん、はい、ナイスゴールですね。いや素晴らしい。ナス尾骨骨折してるんですよまだね。あ確かすごいこのタイミング、そして合わせ方のうまさ。ダビですかね、ついてたの。そうですかね、多分ダビだと思うんですけどね。完全に前取られてましたからね。マルシオリシャルですから中へのボール抜けてくる。森脇が追っていきます。残してます。森脇からつながって興梠、中へのボール来た。ナスが決めた。試合を決定づけるゴール、ナスですか。はい、ナス J1 3試合連発、はい、ディフェンス、あれ今日あれですよね、ディフェンスの選手が2ゴール決めてるんですよね。そうですね、野村さん、はい、公式戦4ゴール連続ゴールということになります。このナスの得点です。ACL のムアントンユナイテッド戦でも得点を挙げていますので、 J1 では3試合、公式戦では4試合連発。いやあれですね、あの興梠のクロスも良かったです。精度高かったですよね。見たいですね、もう少し。はい、今この辺に最後のラインがあります。はい、マルシオリシャルです。逆サイド森脇、いいですね。幅を使うことによってこれスペース空いてきますから。手前に入れたぞ。おナスのヘディング。ゲーム終盤ディフェンダーが点を取る、レッズらしい4点目。こういう展開か。国立での甲府戦に続いてチームを救う1点となるか。ナス大輔シーズン6点目は浦和の勝ち越しゴールになりました。いや正直ね、単調なセンタリングからゴール奪うの難しいんじゃないかなと思ってたんですけども、はい、ナスのどこにボールが流れてきましたね。でちなみに逆サイドでもう一人手を挙げてた選手いたんですが、それは牧野です。はい、まあ、ですからディフェンスラインの選手が2人ですね。いやナス、枠に持っていくのは難しいんですけどもね、こういうシーンよく見ますよね、ナスの。はい、今のようにこうコーナーキック形からコーナーキックになることも多いと思うんですよね。はい、レッズはこれをいかにものにできるかですね。逆にアントラーズの方はこの守備をどうしのぐかということですかね。3本目のコーナーキックになりました。風は若干なりますが、さほど気にはなりません。フラッグはさほど揺れているわけではありません。巻いてきました。これヘディングシュート。最後は宇賀神か、叩き落としたヘディングシュート決めてレッツ。いやナス、ナス20分です。ナスですか。はい、ナスが決めました。いやナスセットプレーから今シーズン決めますね。よく決めますよね。はい、ああそうですね、ナスですね。いや相手のプレッシャーもかなりあったと思うんですけど、よく決めましたね今ね。いやこの競り合いのテクニックとか、はい、もう本当に長けてるんでしょうね。はい、いや